チリーン地図グーグルマップ青森市青森市は青森県の津軽地方東青地域に位置するし青森県の県庁所在地であり中核市に指定されている青森湾に臨む交通の用地江戸初期に港町として発展三内丸山遺跡や青森ねぶた祭りが知られる本州最北の県である青森県のほぼ中央に位置する 県の西半部を指す津軽地方においては、北東部に位置し、東津軽郡の町村と東青地域を構成する。青森平野を中心とし、北は道の区湾の市湾である青森湾に面し、南部から東部にかけては、大宇山脈の北端部にあたる八甲田山、東岳山地の山が連なり、西部で、地域は津軽半島の赤稜山脈である、盆樹山地や津軽平野に広がる。 市街地は、青森湾沿いの中心市街地から、青森平野城を線上に展開しており、行政都市、商業都市、交通都市、港湾都市の性格を有する。東北地方を縦貫する路線及び、本州と北海道をつなぐ路線の結節点であり、日本国内の交通、物流における要衝である。西の津軽半島と東の夏白半島に抱かれた、青森湾王に、 青森港があり、函館港との青函航路をフェリーが運航している。鉄道は新青森駅が東北新幹線の終点、北海道新幹線の起点となっている。また、青い森鉄道線と大本線が青森駅で合流して終点となり、津軽線が津軽半島の青森湾沿いを北に伸びている。道路は東北自動車道が青森インターチェンジで終点となり、 国道4号と国道7号も中心部で終点となって接続している。また、南西部の丘陵地には青森空港がある。道の区湾は、その大きさに対して湾港である平立海峡の幅が狭いため外洋の影響を受けにくい。湾外から入った波浪は、広い湾内で拡散するため、波浪が小さく穏やかで、また潮汐によって流入。 または流出する海水が限られるため寒暖さも小さい。こうした安定的な海域環境は養殖業や港湾に適し、沿岸ではホタテの養殖が営まれ、湾王の青森港は岩礁もなく静温度が高い天然の良好となっている。南東部の八甲田山一帯は、ドアラ八幡大国立公園に指定されており、四季を通じた観光地となっている。 北東部の浅虫地区は、浅虫夏白県立自然公園に指定されている。市内には、温泉が多く、八甲田山麓のスカユや、湾岸の浅虫温泉などがある。雲国峠から見た青森市街産地は、青森平野を囲むように存在し、大武山脈に属する南部の八甲高産地と東部の東岳産地、及び津軽産地に属する西部のボンジュ産地に分けられる。 田代平湿原がある田代平は、八甲田カルデラのカルデラ湖の跡であり、その北東の山列は、カルデラの外林山。八甲田山はカルデラに噴出した、南北二つの中央河口球群の総称であり、約20体の火山帯で構成される。北西部から南東方の中心部を望む。中央背後の山は、八甲田山。丘陵地は、八甲田山の山麓部になっている。 火山性の発光高山丘陵とボンジュ山地の山緑部になっている非火山性の台車化丘陵がある。青森平野は主要部の深沢平野と北西部の上磯平野に分けられる。深沢平野は堤川などによって形成された中石平野で、上磯平野は海底が隆起した海岸平野。島は浅虫地区に湯の島と裸島がある。 2011年撮影の青森高周辺の空中写真。2011年撮影の18枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。当期は降雪が多く、全域が特別降雪地帯に指定されている。最新積雪の平年値は 111cm。年間降雪量の平年値は 669cm に、 および、この規模の都市としては、旭川市に次いで多い。1931年2月23日に低く、摂十24.7度を記録しているが、近年は暖冬化、都市化によりマイナス10度までさえ下がることも、稀になった。冬季の平均最低気温も、大幅に上昇し、現平年値では1961から1990年平年値と、比較すると、1月が低く。 摂氏5.0度摂氏3.9度に2月は低摂氏5.2度摂氏3.7度と大幅に上昇している。夏は比較的蒸し暑くなり8月の平均気温は摂氏23.3度で日中は摂氏27.7度に達する。1994年8月12日には過去最高の摂氏36.7度を観測した。 青森空港の気候市南西部の青森空港がある大谷は標高が198メートルと高く都市化の影響も小さいために冬の朝の気温は4から5度ほども低くなり2011年1月27日には低く摂氏14.8度を観測しているスケユの気候市南東部の八甲田山麓にある巣京温泉は 標高890メートルに位置し、非常に寒冷な気候として知られている。1月の平均気温は低摂取7.6度と、亜寒帯湿潤気候に属し、1月の平均最高気温は低摂取5.1度にしかならず、週間で有名な北海道内陸の幌加内町、シムカップ村や陸別町などの地域の最高気温よりも低い。玄関期には日中でも、 氷点下十度以下となることも少なくなく、しばしば日中の気温が日本一低い場所となることもある。日本屈指の豪雪地帯でもあり、九百九十六年観光期の積雪量は二千三百七十六センチメートルに達し、過去最新積雪は二千十三年二月二十六日の五百六六十センチメートルである。平成二十七年の国勢調査における人口は二位の 八の市、三位の広崎市等を抑え県内一位である。また前回調査からの人口増減率はマイナス3.96%で、長崎市のマイナス3.21%、甲府市のマイナス2.95%を抑え、県庁所在地としては最大の減少率だった。青森県城門時代には集落が築かれていた。室町時代には、 南部市族である津見氏の領地であった。津見氏は戦国時代末期に津軽氏に攻め滅ぼされ、外か浜は広崎藩の領地となった。青森は広崎藩初代藩主、津軽ためのの時に開港が計画されたと言われ、構想を引き継いだ二代藩主、津軽信平とその家臣である森山や七郎によって、寛永期に港町が築かれ、 その後昇降及び北方との交通港として発展した。巨城広崎城の建設と城下町広崎の整備を終えた広崎藩は江戸との海運を目的とした港の開発を起とした。信平は森山を開港奉行に任じ、関営元年、宇藤村に港を開いたがまたは町割りがされた関営三年が開港年とされることもある。この時、海岸付近に ハイネズが反もする高さ1畳ほどの昇級があり、青森と呼ばれて漁船が帰る時の目標物になっていたことから、開港に際してその名を取って、青森村と改称した。ついで寛永3年に信平は森山に、青森の町づくりを命じ、浜町、本町、米町の三町が作られ、青森町が成立した。同年、土地と建築資材の無償提供。 10年間の免税などの条件が示されて移住が奨励されると、大見、越前などから移住が相次ぎ、開港からわずか数年で、個数千ほどの町が形成された。江戸中期以降、広崎藩最大の港及び城下、広崎に次ぐ町となった。波岡波岡には、室町時代、北畠近草の子孫が移り住み、波岡城を拠点に、戦国大名化して、北津軽、 東津軽に勢力を張ったが、大浦ためのに攻め滅ぼされた。江戸時代、青森と広崎の中間に位置する波岡は、宇州街道の宿場として栄え、多くの人や物資が行き勝った。年表明治4年7月14日の廃藩地県で、広崎藩は広崎県となる。政府は、同年9月4日、広崎県に7個県、八戸県、都南県、黒井県、 立地県の五県を併合し、翌9月5日に、熊本藩出身の野田博道を第三次に任命した。野田は、函館戦争の際に、官軍の拠点となった青森町に駐在した、経験から、当地の地勢に通じており、県域の中央に位置し、港もあって、各方面への交通に利便がある青森町に、県庁を置くよう、第三次就任前に政府に伺い書きを提出していた。 政府は、野田の権限を受け入れ、直後の9月23日に県庁を青森町に置くことを定めて、県名も青森県に改めた。1873年3月に、大区小区制が実施されて第一大区一小区となった。以下の青森27町で構成された。1878年の軍区町村編成法では、10月30日に、 大工小区制が廃止されて第一大工は東津軽郡となった。1883年に第一組、古町役場が設置されて、青森18町を所管した。役場の名称は1884年11月から、青森安方町外17家町古町役場となった。1889年の市制。1897年10月1日に、裏町村を、 編入、八百九十八年四月一日に市政を施行して青森市となる。九百三十九年六月一日に油川町、九百五十一年四月一日に滝内村を編入。昭和の大合併では、九百五十四年五月三日に大野村、九百五十五年一月一日に筒井町、横内村、東岳村、高田村、 同年1月15日に浜間村、荒川村、同年3月1日に新城村、屋内村、玄別村、1956年9月1日に後形村を編入した。1962年10月1日に柳井村を編入。平成の大合併では2005年4月1日に浪岡町と合併して青森市を新設し、 旧波岡町の区域に地域自治区波岡を設置。2006年10月1日に中核市に移行した。年表付表第5連帯、第2大隊遭難記念日青森大空襲五生館、連絡船メモリアルシップ、発行黙る市長市役所詳細は、青森市役所を参照市議会詳細は、青森市議会を参照県議会詳細は、青森県議会を参照衆議院。 東津軽郡、東津軽郡、東津軽郡医療機関、青森県立中央病院保健郵便局、直営郵便局管に郵便局、青森市文化会館青森市スポーツ、会館国内海外国内国際リンゴ特に、波岡地区で生産が盛んで、市町村別出荷量は全国第3位となっている。カシス国内生産量の90%を占める。 青森市の気候に適した作物として特産品化が進められている。青森県指定伝統工芸品青森市内で指定されているもの主な商業施設その他の商業施設支店を置く金融機関マスメディア学校法人青森山田学園青森短期大学は平成25年3月に閉校県立以下は廃校。私立私立19校以下は廃校。 私立私立、45校以下は廃校。私立専修学校各種、学校職業能力開発施設青森、空港国内戦国際線青森駅、新青森駅場が、倉大橋青森県観光物産館アスパム、青森市森林博物館、宗方志向記念館三内丸山遺跡津軽海峡、冬景色火曜日青森ねぶた祭、カテゴリー、 青森市も参照青森町に関するカテゴリー、ありがとうございます。